びっちりきました。これでこうやってね、押し込んでから切るんですよ。ありがとうございます。銀座ななえチャンネル。びっちり来ました。フルーツサンドがなんと水曜から日曜日数量限定で販売してるんですけど、すごい売れてるんです。見て見て、めちゃめちゃ美味しそうでしょ、キウイオレンジとか。それではお邪魔したいと思います。スイちゃんそして小太郎という名前もあります。有名人でーす。よろしくお願いします。アビッチの社長でーす。かわいい。これスイちゃんモデルなんだって。そう、私がモデルで、これがうちの商品で、うちのイメージカーのソファー、このもので、私ショートカットの巨兵でございます。ワビッチの食べ方です。キューブサンドはパンの中をくり抜き、中にお野菜を詰め込んだヘルシーで食べ応えのあるサンドイッチです。これでこうやってね、押し込んでから切るんですよ。これね、スイちゃんがね、うまいからよくね、やってもらうの。そうそう、断面図がこんな素敵。人気のサイドメニューも美味しいですよ。センスがいいんだね、またね。そう、これが名物のキューブサンドで、チーズカレーサンドと BLT サンド、あとこう甘いのもあります。定期的にね、メニューが変わるんで楽しみです。ね、シャンパンも充実してますからね、なんたってスイちゃんがいますから。ありがとうございます。サラダが来ました。食べたいと思います。いただきます。まずは体の中でコースを作りますから、生野菜から食べるようにしてます。美味しい。押し込みます。このパン美味しいんですよね、またね。パン美味しいです。全粒粉30%です。お値段でございます。これはツナオリーブです。あ、ツナオリーブサンド。はい、オリーブを前に前ますからね。そうですね。これは？これも全部エッグサンド。エッグサンドか。おお、こうやって詰め込みます。スイちゃんのインスタグラムすごい面白いからみんな見てね。スイちゃんのインスタグラムの ID を教えてください。泉ドット小太郎です。そうだ。そう、なんか昔泉と小太郎、超現役でホステスやってた時の芸人名が小太郎で、有名人。こんな感じで食べるんですよ。いただきます。おいしい。あ、すごい卵、濃厚卵自体美味しい。なんかその卵のなんか食感感じられるように白身と黄身一回分けてから。おお、うん、なんだ。手間ってやっぱ大事ですね。こだわり。うん。お料理は本当ね。手間って大事。こちらもほら、ツナオリーブサンド、こういう。美味しそうでしょ。ごちゃごちゃ、いただいちゃいます。あ、ツナ好きだから美味しい。もう割って、何年に。10月26日で丸2年。5年ぐらいやってる。うん。そんな感じする。友達の輪でやってます。みんな集合するところなんで。そう、みんな来る。1日5組ぐらいは必ず友達が来るっていう。で、こう会った人会った人と仲良くなって、ワビッチの輪ができてるわけですね。そうです、そうです。完食しました。すごいいっぱい食べましたね。美味しかった。あ、フルーツサンド買ってくるの忘れた。はい、ぜひぜひ。はい。ありがとうございます。今度これも食べてみようと思って。これ、バインミーですね。ベトナムのサンドイッチで、Uber Eatsで大人気で、毎日めっちゃピンポンピンポンになります。あ、へえ。牛焼肉でチーズとか目玉焼きのトッピング追加が人気みたいな。今度また買いに行きます。スイちゃんまた来ます。ごちそうさまでした。またね。